あー、おい、ちょっと危ない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 から、それは。どうも皆さん、こんにちは。さとみです。今回も第五人格で遊んでいきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、今回なんですけども、ゲイシャだね。これは、下に来ない。下に来るコースもあったけどね。まあ、始発側に行きますと。で、今回なんですけども、まあ、左下にね、ジョゼフ、飼い始めました。まだ見せないから。そんな簡単に見れると思わないで、ジョゼフさん、本当に。そんなかん、あ、まあ、後ろ向いてたからセーフ。まあ、後ろ向いてたからセーフ、ちょっと今、くるくるステージ見ましたら画面映っちゃったんだけどね。あー、ちょっと、あー、もうそれやばいやばい、映ってる映ってる、顔出し顔出し顔出し。それは NG。それは編集でカットされるよ、それ。ねえ、芸者なんだが、新眼が割と始発側にいる、あ、始発側じゃねえか。あれか、端側にいるのかな？から、そこか。ん？新眼チェイスしてる？いや、違うよね。誰がチェイスしてるのか分かんないけど、まあいいや。てか、俺いつまでここでやってんだ？ちゃんとポジション変えるわ。このね、ジョゼフの顔を見せます。で、本当にみんなには勝手に見てほしいんだけど、まあ、サバイバーじゃなくて、このペット、待機モーションあるからね。いつもながら。あ、おい、危ない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 から、それは。こっち向けんね。その、全長より長そうな剣、こっち振り回さんといて、本当に。切れるから、服。よいしょ。で、なぜかね、写真家だけどカメラアングルはバリクソ悪いっていうね。写真家という肩書きを持ちながら、全然カメラワークのことを全然分かってくれてないジョゼフさん。まあそんなところも嫌いじゃないんだけど、一個終わらせーの、なんかあれだね、スロースタートだね、だいぶね。ここ、もうすでに一個終わってるから、だいぶ順調な滑り出しなんだが、全然こっち向いてくれんやんけ、お前もう。もう全然こっち向いてこらんな、お前ほんまにもう。もうほんと写真家お前ほんとに。すっごい器用に今後ろ向いてたけどな。で、新眼を割れるとちょっと怖いから、あそこに、ちょっと変わってもらって、俺は、この辺多分危険地帯だと思うんだよね。そうだよね。ここで、ああ、妻子がチェイスしてる。が、だがしかし、俺ならあそこの暗号機を引き継げる。俺に来るんだったら、そのままどっか引き剥がす。あ、向こう行ったね。じゃあよし。ここ、引き継ごう。多分半分ぐらいいってんじゃないかなと思うんだよね。うえ。引き継いで正解。この引き継ぎはでかい。やっちゃおう。おい、カメラアングル？カメラアングルの話したら、お前距離取り出したけどな、急にな。そういう問題じゃねえんだよな、それ。あそこでやってんな。すげえちっちゃいじゃん。紳士的な態度出してるね。この距離感が大事やっぱ。カメラもね、人間関係も距離感が大事、ほんとに。距離感間違えるとね、カメラブレちゃうから。ボケちゃったりね。一部分しか映ってねえみたいになっちゃう。なんだったらなんか人間のその前後でね、遠近法で顔のサイズまで変わっちゃうからね。確かに距離感大事なんだけど、そこは。で、妻子がまた3秒で死ぬ。ワン、ツー、スリー。あれ？やるやん。やるやん。死なないやん。で、まあ、祭祀は、なんか普通に、ね、橋とかを簡単に抜けていってしまうからね、遊園地のね。確かに、ちょっと一回ミスったら辛いところはあるけど。オッケー、寸止め。お前、この子の腕を向くな、お前、逆側を、本当に。一生向いてくれん、こっちのこと。はい、つけまーす。これは、でも、ハンター近くにいるの分かってるんだけど、あそこにいる感じだね。OK、つけちゃおう。なんか瞬間移動溜まるの待つのも尺だし、なんかその仲直りあるの分かってたし、もうなんかね、なんかギリギリまで耐えたいタイプだったのかな。ゲートに着くまで待ってたのかもしれないけどもね、もう着いてたからね。よし。これは普通に出れます。ということで、まあ、瞬間移動した時のために構成前といた。来たら一瞬で戻ろうと思って。来たー、おい。ちゅうわけで、なんかあれだな。俺この試合なんかしてたかな。どうもー、ちゅうわけで2回戦目遊んでいきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、軍需工場で2回戦目。今回はなんか待機モーションをしっかりとみんなに見せたい。ジョゼフの待機モーションをね、3種類ぐらいある、今、ピッてね、ちょっとどっかに行きかけたけど、ちょっとそこは自分の紳士であるがゆえにね、ちょっと葛藤があったんでしょうね。しっかり止まってくれて。これ波のペットだったらもうあの時点でもどっか行ってますからね、このシューンってもうね、全然紹介させる気ねえじゃんみたいな、この僕のこのペット紹介動画あるあるなんですけど、まあ、それは置いといて、これ、誰だ、鬼。小屋に行ったのかな、これは。でも、スポーン位置的にそっちら辺なんだけど、あ、違う、小屋から、だね。まあ、こっちも全然来る可能性はあるんだけど、いいね。順調。あっと、信用してる。来てんのかな？来てるな、これ多分。あー、いるいる。鬼誰だろうな、ちら。あー、リッパーだ。リッパーだったら、どうしようかな。
とりあえずまあいいか、工場の方まで行っちゃってもいいかな。ここにいて当てるわ。100。ちょっと待って、なんで待って、なんで今絶対倒したはずなんだけどな。そんなことは、ちょっと待って、電話した。終わった。いやちょっと待って、やばい、マジ電話してて1ミリも集中してない。どんな状況、これどんな状況だよ。まあ、ちょっと待って、やばい、死ぬ、ちょっと待って、クーコどうしようかな。おい、マジかよ。フレ、よしおー、ナイス、フクロウ、これはでかすぎる。いやー、危ねー。なんか今から伺っていいですかっていう、宅急便の人がな、電話だったわ。なんかたまにあるやんね、今ご在宅ですかみたいな。おっきい荷物買った時にありがちなんだよな、これな。ちょ、あ、待って、これやばいんじゃない。はい、終わった。なんか、引っかかってしまった。なんか引っかかってしまった、あそこの出っ張りに一瞬。いやそうなんだよ、でかい荷物をちょっと買った時に、今これ持ってっていい？みたいな感じでたまに電話かかってくるやん。空気清浄機レベルの大きさになると。空気清浄機をね、一個買って、なんか多分それだと思うんだけど、ちょうど電話かかってきたわ。俺の空気清浄機と引き換えにも地下だよ、もうこれ。だが、しかし、あと2つ、あと1つ。そうだよね。結構時間経ってたもんね。引き継ぎとか考えて、多分もうこれ仲直りまでいけるんじゃないかと。俺の救助から仲直り全然余裕でいけちゃうんじゃないかと思うんだが、てかなんかもう最終的にさ、その辺に飛んでるウサギとかもなんかペットで出てきそうじゃない、将来的に。もう何でも多分ペットで出すから。あ、かわいい。キムだ。助けてもらおう。頼む。あー、ナイス。この踊り子の衣装マジ傑作だよな。本当に可愛いな、これ。あ、しかもね、ちょっとスローにすりあずまで置いてくれたけど、まあ仲直りでももうこれできてるよね。ちょっと、飛び越えて、オッケー。おう、あ、ナイスー、いいね。ちゃんと窓枠越しに飛び越え、あれ、オーマイガー、オーマイガー、え、なぜ、あれ、今何起こった、今救助されて、俺一発もら、二発目だった、今殴られたの俺。違うね、一発もらってかな、仲直りしたもんね。あれ、なんで倒れたんだ俺今。そんなことある、なんだろう、なんか俺の知らないなんか現象が起きてたのかな今。何かが起きたんでしょうね、多分ね。多分何かが起きていたんだけど、ちょっとわからない。あ、リッパー向こうに行った。なんでだろうな、ん？なんかあったんだろうな。まあ、ちょっと編集してる時に確認しよう。まあ、多分よく見たらわかることなんだけど、多分俺が多分本当に今頭を使わないで喋ってたゆえに、あってなってる。じゃあもう出るか。瞬間移動も使ったもんな。これは普通に出れます。ということでどうもありが、あれ？ねえ。ちょっと。マジやめて。まあ、3人逃げたら勝ちやからな。3人。あ、オッケー。やばい、俺の仕事終わったわ。欲を出せばちょっと出たいぐらい。息の音聞こえてると思うんだよな、これ、ハンターに。バレてんじゃないかな。さすがにバレてるかな。どうだろう。急にね、3人逃げたら急にオフモードっていう。これ降ってくる。お、あ、待って。よし。俺の板を警戒して、ちょっと、後ろの方で降ってしまったがゆえにね、なんか、引っかかっちゃうっていう、ちょっとかわいそうな場面ではあったんだけど。はい。というわけでね、今回、ペットミニジョゼフの紹介でした。まあ、ジョゼフ好きな人はね、本当にたくさんいると思うんで、ぜひ興味があったら買ってください。まあでもジョゼフ好きな人ってハンター使ってると思うから、ジョゼフで、まああんま買う人いないんじゃない。最後まで見てくれてありがとう。動画投稿の他にも生放送とかやってます。通知をね、入れていただくと生放送の通知が来るようになるので、ぜひチャンネル登録と通知していってくれよな。あとね、ツイッターとかもやってるんでね、ぜひツイッターの方でも仲良くしてください。じゃ、また次回の動画で。じゃあなー。